パパと何時間寝たのかな。え、寝心地どうだった、パパと寝てよかった。今日もじゃあパパと寝た方がいいんじゃない。なんか喜んできたじゃん、パパのとこに。どうやって寝たの、パパと一緒に。くっついて寝たの、パパに。で、そして、うん、あとはさ、うん、ね、ちながおトイレも寝そうだったからさ、ね、下のおトイレに行ったんだって。なんで下の、上のトイレに行けばいい。嫌だ、うん、そしてで、そして毛布取りに行って。また毛布。なんかさ、いちごの毛布さなかったから毛布ね、うん、取りに行ったんだって。うん、でさ、ね、パパの部屋の、あ、じゃなくレミの部屋のドアのさ、ね、閉めるところにあったんだって。うん、で、さ、ね。うんとさ、それがさ、なんかさ、毛布さ、ね、うん、下に落ちてたんだって。うん、で、さ、終わり。え？まあ、でもパパと寝たってことは本当だったんだね。うん。チナだって、いや、みんな下にいたんだよね。うん。うん、下で寝てたんだよね。で、パパ、レミの部屋、まあパパが今寝てる部屋に行ったらすぐ来たよね。そう、寝てたんじゃないの。え、ここね、うん、ここで寝てなかった。起きてたの。半分起きてたのか。違う、目さんね、違う、ここに寝てたけど、もう目開けて寝てたんだ。ちょっと目開けて寝てた。ママ、目開けて寝てたの。そうやって目開けてたってこと。そう、下でね。でパパが上に行ったらすぐ来たよね。なんですぐ来たの。だってさ、うん、ねえ、なんかさ、ね、誰もいなかったの。やっぱりママがいないときはやっぱりパパが頼りなんだね。頼りっていうかね。でさ、まあね、さ、一緒に寝たじゃん。行かないようにね、一緒に寝、一緒に寝たっていうか、パパさ、誰かが上に上がってくる音が聞こえたんだって。で、誰かなと思った。誰だと思った。で、ん？レミ、パパレミだと思ったんだよね、最初。そしたら死なだったで、そのまんまさ、寝室に行くかと思ったなって。あ、寝室に一回行ったんだよ。何？寝室に、いつも寝てるとこあるでしょ。そこに一回行ったら、パパがいなかったのを確認して、で、パパのとこに来たんだよね。違う。相談だってば。パパとどうやって寝たの？パパとどうやって寝たの？え、こうして、ママがパパだとして。うん、ママがパパだよ。で、どうやって寝たの？ここに寝て。ね？どこ？ママ、ここに寝て。うん、ママ、こっち寝るの。はい。で、どうやって寝たの？目つぶって。で、ネジがこうやって伸ばして、うん、はい、はい、で、こうしちゃって見てて、ね、ずっとね、で、こうやってさ、めっちゃ甘えてたんだよ。いや、本当に？めっちゃ甘えてたんだって。だってママだと思ったもん。嘘つくな。ママいないのにママだと思う。ママがいない、もういないとパパにはちゃんと甘えるんだね。めっちゃ甘えてたよね。で、朝もさ、うん、一回いなくなって、うん、多分レミと、あ、エナとレミがいるかどうか確認して、うん、また来たよね。で、その時もまた甘えた。また甘え、めっちゃなんかすんげえ甘えた声出してたよね。ね。だけど、さ、ちな、さ、ママがいいもん。いや、でも、ちえ、朝さ、あ、こういう感じだったの。うん、朝、うーんとかさ、うーんって、うーんってパパに近づいてきてるね。うーんって。で、パパ優しくしてくれた、ちゃんと、ちっちゃんのこと。優しくしたじゃない。何や、照れてんだよ。うーん、あ、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。こうやってパパに言ったの。うん。うん、そうそうそう、そうやって甘えてきたの。
ママまた夜勤出てくるかな。もっとすげえ声出してたの。ってな。本当に。うん、それと甘えてきたんだよ。そうなの、じっちゃん。ね。パパ嫌い。ね。ね、うん。めっちゃ甘えてたね。パパ嫌い。なんで嫌いな人にすると甘えないじゃん。聞いてきていいじゃん。いやな。うん。ママがいないとやっぱりパパにそうやって甘えるんでしょ。いやだ、ヤッキー行かない。パパのこと好きなんでしょ。ヤッキー行かない。チママチ認めなさい。いやパパ好きなんでしょ。いや認めなさいというかそういう行動取ってるからもう大体わかるけどね。うんうん、うん、何やってんだお前。ママレミエ、レミエはもう眠い。レミエあれ？レミ、このママ様で寝るパターンかもしれない。レミ、髪切ったけどどうでしょうね、レミ。チェ、いい夜だったね。どうやってパパにくっついたの？ママ。パパ。パパ。うん、それ同じような感じだよね。ママ。ママがいないとパパにそういう感じだね。ママ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 。ち。ママがまた夜勤の時。またママ明後日夜勤だよ。え？早いんだけど。何してんだお前。やばくねえか、ちょっと。パパにも甘えでいいんだよ。ん？おやすみ。おやすみ。毛布持ってきて。ん？毛布持ってこないよ。じゃあね。昨日こうやって来て、でここに来て、こっち来たんで、最初こっち来たんでしょ？ち、こっち来て、で開けたら誰もいなくて、パパがいなくて、あ、じゃあここだねって、でここも閉まってたよね。で開けて、でパパだって、ほら、そのまんま昨日のその。今のが証拠だよね。ママとなんだこれ。パパと寝る。パパと寝るんでしょ。どうぞ。今のママとパパとアナとレミと寝る。やべえな。混ぜてるよ。ママヨーグルトちょうだい。ないです。ヤクルト。ないです。ジュース。ないです。ジュース。ママジュース。どうしたち？どうした？あ。行っちゃったのかみんな。強いで。ひどい人たちだね。行こう。一緒に。ん？行かないの？一緒に行こう。なんで泣いてんの？行っちゃったんでしょ。みんな。一緒に行こう。パパつ、あの、ママのとこに連れてってあげるから。
大丈夫、パパ毛布一個持ってあげるわ。うん、はい、はい、あいや、もう毛布3枚も持ってる。どんどん増えていくじゃねえか、毛布が。毛布持っていく、毛布。あれ、こっちじゃないの？こっち。なんでやねん。なんで置いていかれたんだろう、ち。ちも押すやつだよね。まあいいや、おやすみ。